はい、皆さんこんにちは。本日は J2 の第21節、J3 の第12節の、レビューの方をしていきたいと思います。今回ね、グルージャとヴェルディの試合、アジスタまで行ってきたので、ちょっとこれだけね、ちょっとオープニングだけかぶらせていただいております。これかぶって応援してたんでね、ね、いろいろ素晴らしいね、シーンとかもいろいろあったりしたので、まあぜひちょっとそこもね、含めてお話できたらなと思います。喋るの苦しいんで、それでは早速やっていきましょう。はい、では、こちら J2 の第21節ですね。土曜日に5試合、日曜日に6試合という形でした。まずは土曜日の方で少しだけ振り返っていきましょう。こちらはね、まず5戦中3戦が、ね、引き分けで終わるという試合でしたね。徳島対、仙台ですね。2対2で後半に全て2点ずつ入ったという形になりました。最後ね、皆川選手どうにかという形でしたね。まあ、徳島も引き分けが結局21試合やって13戦引き分けだったかな、ってぐらい引き分け多いんですけど、まあ、仙台もなかなか負けないチームにどんどん仕上がってきてるので、今後が楽しみだなというふうに思っております。あとはそうですね、まあ、個人的には琉球対、長崎ですね、最後の、松田監督最後の、試合というふうになりましたが、まあ、最終的に最後、ワンプレーかな、ほぼワンプレーで、試合を決めたという形になりました。琉球ね、なかなか勝てないのできついですけど、新監督のもと頑張っていただきたいなというふうに思っております。はい、あとは日曜日ですね。日曜日結構触れるところが多いかなと思うんですけども、まず山口と岡山ですね、前半のチアゴアベスの、選手の得点を守りきったという形でした。今ちょっとね、やっぱり、岡山ね、話題になっていますのでね、どうなっていくかなという部分はあるんですけど、やっぱ岡山、本当に守りきるって決めたら、しっかりとこう、そこに徹するっていうのが見事だなというふうに思ってますので、まあ、それをね、随所に見ることができた試合だったかなというふうに思っております。はい、次、秋田対、こちら0-1で大宮アリーナですね。J リーグ J2 では、相馬監督が初勝利という形でした。本当にね、やっぱ泉沢選手はなかなかね、やっぱチートというか、やっぱね、J2 に行っちゃダメな選手だと思ってはいるので、泉沢選手がちょゴールを決めて最後そのサポーターにところに駆けつける。非常にちょっと感動したというか、すごい良かったなというふうに思っております。堅守の秋田というか、なかなかね、ゴールをこじ開けるの難しい秋田をね、0-1で、まあ、しっかりと破る。もうこれがなんか相馬監督らしいサッカーをちょっと見れたのかなというふうに思っております。群馬対栃木ですね。個人的にこの試合結構面白かったんですけど、ね、なんか、硬いサッカーと硬いサッカー、守備と守備のサッカーぶつかり合うと、なんか、ここまで面白くなるんだなっていう風な、バチバチな試合をちょっと見せていただいたので、非常にここもね、見応えがあってよかったかなというふうに思っております。なんか、J2 らしいって言ったらおかしいのかなと思うんですけど、なんか非常にこう J2 らしいサッカーというか、なんかそこもね、見れてね、これぞ J2 みたいな試合をね、見せていただいたなというふうに思っております。最後ですね、東京ヴェルディと岩手ですね、ここ、実際に移転もありました。で、声出し応援がですね、やっぱりね、非常に感動しました。やっぱりもうお互いね、両サポーターと待ち望んでいったっていう形な。で、本当に嬉しそうにね、ちょっとヴェルディのサポーター、僕グルージャの、ホーム側のビジター席で応援してたんで、向こうは表情が何も見えないですけど、非常にね、楽しそうにね、声で応援してるのが非常に印象的でした。で、グルージャのサポーターもね、もちろん人数的には全然、まあ他のね、チーム比べたら少ないっていうのはもちろんなんですけど、まあ、少ない中で、こう皆さんこうすごい嬉しそうに声出しをしていて、ね、岩手のサポーターは非常に温かいサポーターが多いですのでね、まあね、そのサポーターの良さもね、すごい見れた、いい、ところだったかな、いい、経験だったかなというふうに思っております。で、内容的にはね、正直申しますと、まあ、審判がもう完全に向こう寄りだったかなというふうに思います。結構、ヴェルディのサポーターもね、この審判でね、追いつかれたのはちょっとっていうコメントも結構あったんですけど、まあ、ひいき目で見てるのももちろんあるんですけど、これ岩手のファールで、あ、これファールじゃないんだ、みたいなところ、なんかペナルティエリア内でもね、いくつかね、これファールじゃねえかみたいなシーンがあったんですけど、これも全部流されてっていう形だったので、このね、結構先だ、審判で、の方でね、1まで、勝ち点1まで持っていけたのは、岩手がね、頑張って、諦めずに、戦ってくれたっていう非常にいいところかなというふうに思っております。で、結構ね、一方、こういうの試合を持ちまして、堀監督退任という形になって、城福監督になったりもしましたしね。あと、鹿島ファンの方、厚様がゴールを決めました。目の前でね、厚様がね、ゴールね、ゴラッソを決めてくれてね、喜んでるの、非常に嬉しかったですね。やっぱ厚様のゴール、しかも1点目もね、結局パスが厚様のアシストだったので、やっぱね、厚様はね、
次元が違います。やっぱ、怪我とかやっぱコンディション不良とかもあって、まあ、全試合フルだとか、っていうのは全然難しいんですけども、やっぱこう限られた時間の中で、まあ、ある程度こうコンディションが上がった状態で来ると、まあ、ここまでやるのかっていう、やっぱ熱さはね、次元がちょっと違いますね。はい、J2 に行っちゃダメな、本当 J1 にいてほしかった、鹿島に、今の鹿島にいてほしいぐらい、やっぱこうテクニシャンっていうところがあるので、で、熱さもね、今後も期待できるかなというふうに思っております。はい、アッサムのグッズをね、いっぱい買いたいなというふうに思っております。はい、次ですね。こちら J3 ですね。J3 は、松本と藤枝が土曜日1試合、あと8試合が全部日曜日という形でした。まあ、個人的にはですね、松本対藤枝、まあ、一つ話題になったのは松本勝利だったんですけど、田中パウロ中日選手が先発出場したって、84分までプレーしたのかな？見てた感じ。84か83分だったと思うんですけど、っていうふうな、形でした。すごいね、YouTube でも喜んでいらっしゃったので、非常にね、そこもね、見てて嬉しかったなというふうに思いました。やっぱ、田中パウル選手ね、やっぱ、出ると、やっぱ、こう、皆さん、サポーターもそうですけど、チーム内のこの、調子も上向くというか、やっぱ、ムードメーカーがしっかりと仕事をすると、やっぱ、チーム状態って上向いてくると思うので、あと、やっぱりね、決めるべきとこ、やっぱ、決めなきゃいけないかったと、もちろん、パウル選手も言ってた、おっしゃっていたんですけども、やっぱね、パウル選手、うまいっすね。やっぱ、うまいっすね。見てて思いました。シュートもそうなんですけど、やっぱパス、ドリブルときにドリブルですね。で、あと、こう、ひたむきさっていう部分、ここの、ドリブルとひたむきさと、この2点に関しては、やっぱ、松本の中でもズバ抜けていいなっていうふうに見てて思いましたので、パウロ選手、ここからどんどん、ね、出場機会をね、増えていくんじゃないかなと思いますので、ななみさん、よろしくお願いいたします。ここからも。はい。次ですね。八戸対、日曜日の八戸対鳥取ですかね。0-3で鳥取の勝利でしたね。で、これを持ちまして、監督が変わったのかな。結局、休養されてた葛野監督が、変わったのか、志村監督なのかなっていう形ですね。まあ、鳥取ね、結局、監督もおっしゃっていたんですけど、若いチームなので、一回波に乗るとね、ここからどんどん上がってくるかなと思いますし、やっぱ大久保選手、うまいっすね。やっぱ大久保選手は、まあ、J3 の中でもね、こう得点王になるぐらいのこう素質というか、素晴らしい質を持っている選手かなと思いますので、大久保選手ね、今後も行っていきたいなというふうに思っております。はい、次ですね。岐阜対鹿児島ですね。2対1で岐阜の勝利ですね。で、ちょっと岐阜のね、やっぱね、岐阜のサポーターの方、やっぱり人数多いですね、見てて思ったんですけど、岐阜対鹿児島、非常に面白い試合でしたね。で、そして、最後の宇賀神選手がね、バチッとゴールを決める。結構ワンタッチって難しいと思うんですけど、やっぱあれをね、こう簡単にこう決めるあたり、やっぱね、こうずっと J1 戦ってきた J1 クラスの選手かなというふうに思いますので、まあ、岐阜もね、選手層から今ね、今後上がってくるかなと思いますし、横川監督ですとね、やっぱりね、固く、こうしっかりといいね、横山監督ですね、固くいいサッカーしてくれると思いますので、今後も期待できるかなというふうに思っております。あと、讃岐対いわきですね。有馬選手が決めてくれました。ありがとうございますって形でね、いわき負けないですね。強い、本当にいわきは。やっぱ J3 初年度っていうチームはね、なかなかこうどこも結果残すんですよ。その中でもね、やっぱこうズバ抜けて、今までの中で非常にいいかなというふうに思っております。いわきね、やっぱチーム数が増えた中で1位っていうのがやっぱ本物だと思うので、まあ、今後もね、期待できるかなというふうに思っております。あと、個人的にはやっぱ最後にちょっと触れておきたいのがそうですね。1-3で、今治対、相模原のシーンですね。移籍したてのね、加藤選手がね、2ゴールで、やっぱ決めるべき男はやっぱ決めると、やっぱ違うなという印象がありますし、やっぱね、相模原ね、下にいていいメンツとか、チームではないと思いますね。今後どんどん上がってくるかなというふうに思っております。はい。では、順位表ですね。こちら第21節時点という形になります。ちょっとね、何チームか、ゲーム数が少ない部分もありますが、まあ、こういった形になっております。で、アルビレックス新潟が、ついに単独首位というかね、勝ち点もちょっと抜け出してきたかなという形の、になっております。で、上3チーム抜けてきてるんですけど、モンテリオがね、あと2試合勝てば36、ファジアーノ1試合、まあ、どっちかですね、勝てば35になる可能性もありますね、36になる可能性もありますので、まあ、この2チームかなかついていってという形になってくるんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、ただね、勝ち点30が4チーム並んでたりとか、勝ち点28、27でね、結局3チーム、4チームいることから全然わかりません。まあ、ただちょっと下がね、もしも次 RTJ が勝ったりとかし、ここをね、積み上げてここ負けたりしたら、ちょっと下はね、勝ち点4以上離れると、やっぱちょっとね、1試合でひっくり返せない難しさになってくるので、まあ、ここどうなってくるかなっていうのがね、今後注目していく、残留権争いも今後ね、注目してくる点かなというふうに思っております。
はい、こちら J3 ですね。第12節時点での順位となっております。まず、いわきが単独首位に、浮上しました。そして、まあ、松山がもね、勝利いたしまして、鹿児島が負けたことから、勝ち点差は、このトップ3チームが勝ち点差2の中に入っているという状態になっております。でも、カタールがやっぱずっと調子が上がってきてるね、部分もありますので、カタールもね、この部分についてくるかなと思いますし、藤枝ね、今節負けましたが、藤枝の攻撃力からすればね、全然どんどん上に上がってくると思いますし、岐阜もね、こんなところにいていいチームではないと思いますし、相模原とか愛媛とかここにいてチームではないと思いますので、今後もどんどん上がってくるかなというふうに思っております。まあね、下の争いもどうなるかわかりませんが、ちょっと北九州の調子とか、サヌキの調子が上がってこない。そしてガイナーレがね、内容的にも結構ね、充実度がある試合をね、積み重ねてきておりますので、まあ今後ガイナーレはね、まあうまく若手がね、活躍していくようなね、あのチーム状況になっていけば上がってくるかなと思いますので、今後も期待していきたいなというふうに思っております。はい、ということで、J2 第20節、J3 第20節の解説をしていきました。やっぱ気づいてる皆さん可愛いのでね、グルジャサポじゃなくてもね、関係なくとも皆さん、これ安いので、ぜひ買って被っていただければなと思います。これ、あの寒い時ほんとあったかいんで、暑い時暑いんですけど、寒い時ほんといいので、これぜひ皆さんで被ってグルジャの応援をね、あの、していけたらいいなと思います。J1 のね、他の、サポーターの方はぜひグルジャのことをちょっと応援していただければなというふうに思っております。では、本日もご視聴の方ありがとうございました。高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。では、バイバイ。